セリカです。なんとまたまた新しいコラボが来るということで、お知らせがあったのでちょっとだけご紹介したいと思います。青鬼オンラインとアニメガメラリバースとのコラボが開催決定しましたということで、ガメラリバースのキャラクターが青鬼オンラインにやってくるということらしいです。開催が5周年イベント終わってすぐの9月29日15時からだそうです。ガメラリバース、ガメラちょっとね、私詳しくなくて分かんなかったのでちょっとだけ調べたんですけど、どうやらこのアニメはネットフリックスで公開されてた9月の頭ぐらいから第6話ぐらいかな、もう終わっちゃったのかな、やってたアニメだそうです。ということなんで、ガメラとは分かりませんので、ちょっと公式さんの画像もお借りしながらちょっとだけ一緒に見ていただきたいと思います。はい、それではアニメに出てくるキャラクター、おそらくスキンになるであろう子たちをざっと見ていきたいと思います。全部ね、設定がね、小学5年生とか6年生系だと思うんですけど、ボコっていう子がまず主人公なのかな。で、あとジョー、この子も多分お友達だと思います。お友達、お仲間かな。で、純一くんもいて、で、ブロディ、この辺が同じ小学6年生っていう設定だったと思うんですけど、スキンになるのかなという感じです。あとはエージェントとして田崎さんとその助手のエミコさんっていうのがおそらくキャラクターで乗っていたので、この辺がスキンになってくるのかなという予想をしてます。でですよ、あのガメラリバースということなんで、まあ、ガメラ、おそらく亀の怪獣亀の怪獣がガメラだと思うんですけど、ガメラがなんかリバースなんで復活するみたいなストーリーだと思います。多分主役の怪獣はこのガメラかな。で、大体これの敵がギャオス、多分広告の絵にもなってると思うんですけど、ガメラ対ギャオスというか、まあ5怪獣みたいなのが出てくるんだと思うので、公式さんのホームページを覗きますと、あとはギロンとかいう、これちょっと可愛いあの怪獣の絵もあったのでくっつけときたいと思います。ギロンとかバイラス、なんかイカみたいなやつとかジャイガー、この辺が、まあ、敵なのか、これも、なんか鬼として出るのか、スキンなのか、全くわかりませんが、あとはジグラっていう5怪獣、プラスガメラ、かな、出てくるとしたら、あとはさっきの主人公たちがスキンとして出てくるのかな、という予想ですね。怪獣はね、ちょっとわからなくて、ガメラ対ギャオスっていう感じなのかな、というイメージなんですが、ガメラリバースのアニメが、世界的に発信されたアニメが青鬼オンラインとのコラボということなんで、期間がねちょっとまだ書いてないんですが、一応は5周年が終わった9月29日からスタートするということなんで、ちょっとね、もしかしたら男の子とか怪獣好きな子はめちゃくちゃ嬉しいし、これをもうアニメ見たことがあるっていう方とか、まあ大人の方でも昔ガメラ対ゴジラとかそっち系だと思うんですけど、をご存知の方とかは懐かしいとか復活で嬉しいって方がいるかもしれないんですが、ちょっと私ね、この辺詳しくなかったので、まあ、ガメラっていうのは聞いたことあったので、亀の怪獣と、なんか戦うやつのアニメが青鬼とコラボするっていうことなんで、スキンとかチャレンジとか、ガメラの塔来るかなやばいかもしれない。なんか火がボンボン出てるかもしれないんですが、楽しみに待ちたいと思います。ということで、今回はご紹介までなんですが、コラボが来るよというお知らせでございます。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら他の動画もぜひチェックしてみてください。5周年も間もなく終わりますので、ぜひ最後まで楽しんでいきたいと思います。それではまた見に来てください。バイバーイ。